ジョフラン夫人のサロンでラカンバセーションを朗称するドリル。ペール・ラシェーズ墓地にあるドリルの墓。ジャック・ドリルはフランスの詩人、フリーメイソン、翻訳家。オーベルニュのエグペルスに生まれ、パリで死去した。クレル・モン・フェラン生まれとされることもある。ドリルは諸子として生まれたが、母方から参照ミシェル・ドロッピタルの血統を受け継いでいた。10歳の時にパリへ移り、 巧妙な寄宿学校であるコレージュとリジューに学び、小学校の教師となった。その後、その書館形式の作品で徐々に詩人としての評判を上げたが、そうした作品の中では、ありふれたものが普通の名で呼ばれず、凝った言い回しにパラフレーズされて暗示されている。例えば、砂糖はアメリカの蜜、それはアフリカ人が絞る足の雫といった具合である。 1769年にウェルギリウスの農工師の翻訳を発表したことでドリルは有名になった。これは19歳だった1957年頃から長く取り組まれようやく完成した自由な翻訳であったが大きな評判を呼んだ。ボルテールはドリルをアカデミーフランセーズの次の空席を埋める候補者に押した。ドリルはすぐに会員に選出されたが 国王類15世がドリルは若すぎると反対したため、1774年まで実際に会員となることはできなかった。1782年のはあるいは風景を飾る術、ジョドン、ウラルディ、インベリア、レペイズーはドリルが自作の死においても優れた詩人であることを示した。1786年、ドリルは当時中トルコフランス大使だった。 マリー・ガブリエル・フローラン・オーギュスト・ド・ショワズール・グッフィへの列車に便乗してコンスタンティノープルへ旅行をした。ドリルは1973年からコレージュ・ド・フランスのラテン語史学教授となり、さらにサンセブランの修道院長にもなったが、やがてフランス革命が始まり、緊急するに至った。ドリルは革命の大義を支持すると表明して、 保身を図ったが、結局はパリを離れてサンディエイコールデイコールボーに陰性し、ベルギリウスのアエネイスの翻訳を完成させた。やがて、フランスを出てスイスへ逃れたドリルは、まずバーゼルに、ついでグレリスに移り住んだ。ここで、野に生きる人、あるいはフランスの農耕史や自然の三つの境の試策が完成している。その後、ドリルはドイツで、 亡命生活を送って、連瓶を書き、さらにロンドンにも滞在して、ジョン・ミルトンの失楽園の翻訳に取り組んだ。ようやく1802年にパリへ帰還できたドリルは、すでに資格を失いかけていたにもかかわらず、再び教授職とアカデミーフランセーズの席に復帰したが、もはや引退生活を送るのみであった。幸いなことに、ドリルは、 得意の領域とした描写的な詩の流行がスタレるより前に死去した。ドリルは3文はほとんど残していない。農耕詩の翻訳の序文は優れたエッセイであり、翻訳の技術や困難についての数多くの優れたヒントが盛り込まれている。ドリルは世界電気集のジャンドラ・ブリエールの項目を執筆した。以下は試策を挙げたリストである。 1801年に様々な歌と題された詩集が出版されたが、これはドリルが承認しないものであった。1824年には全16巻の作品集が刊行された。ドリルは啓蒙思想の時代を生きた詩人であった。この時代の詩作はその後の文学史研究の上で、長らくあまり帰り見らなかったが、1974年にエドゥアール・ニトンが、 ジャック・ディリーやイル・ポエーム・デラ・ネーチャー・ EN ・フランスで1750 1820を刊行して、以降は初期のロマン主義に連なるものとして、ドリルをはじめとしてこの時代の詩人たちの再評価が進んだ。ありがとうございます。